皆さんこんにちは。米大リーグレンジャーズ傘下のマイナー AAA ラウンドロックエクスプレスに所属する筒香嘉智内野手の近影がインターネット掲示板などで想像を絶する変貌ガリガリアンなどと注目を集めているのです。筒香選手は今季レンジャーズとマイナー契約を結び傘下 AAA でプレーを続けています。20日日本時間21日には対エルパソチワワ戦に5番指名打者でフル出場、2号3ランを放つなど2打数2安打3打点2四球1盗塁と活躍しました。チーム公式ツイッターが21日バッターボックスに立つ筒香選手の近影とともにこの活躍ぶりをツイート。31日になって日本のネット掲示板でこの投稿が取り上げられ注目を集めています。筒香選手の近影にネット上ではちょっと想像を絶する変貌、これほんま本人に見えないレベル、ガリガリやん、別人、激痩せじゃん、これが筒香なん、顔こけてるやん、めっちゃ老けたし痩せたな、などの書き込みが相次いでいます。そして現在以前の面影が見られないほどの激痩せの原因は何なのか、さまざまな憶測が飛び交っています。そこで現在の筒香選手についてや激痩せの理由について調査していきたいと思います。まず現在の筒香選手といえば、前述したようにレンジャーズとマイナー契約を結んでいます。4月のうちはまだマシな成績だった筒香選手ですが、5月は本当に落ち込んだのです。メジャー昇格などおぼつかないような成績でした。4月のうちはまだ打率2割7分クリーン、 OPS 8割4分7厘とまだ強打者の部類に入る成績を残していましたが、5月7日から6試合連続で無安打、打率は急降下して2割1分6厘となっていました。5月17日に久しぶりに2安打1試合置いて、5月20日には4月9日以来のホームランも出ましたが、5月の打率は1割6分3厘、 OPS は5割7分5厘と問題外というべき数字になったのです。レンジャーズはア・リーグ西地区で首位を走っています。外野は14本塁打49本塁打でリーグ2冠のアドリス・ガルシア選手、タベラス選手、グロスマン選手と健在、一塁のナサニエル・ロー選手も出場しています。 DH が固まっていないのですが、この成績で筒香選手にお鉢が回ってくるかどうか、それでも故障者が出た時に一瞬昇格する可能性はあるでしょうが、そもそも今の筒香選手が MLB で数字を残せるとはとても思えません。 NPB から MLB に移籍して活躍できず AAA に沈退した選手は何人かいます。ヤンキースに移籍した井川圭さん、さらにはアスレチックスでマイナークラシで終わった中島博之さんなどがそうです。河合宗則さんや田口壮さんは何度も MLB とマイナーを往復しましたが、こういう選手はもともと補助戦力で守備や走塁で小回りが効くタイプです。筒香選手のように主軸を打たないと持ち味が発揮できない打者は数字を残さないとメジャー昇格はできません。7月末のトレード期限で DFA となるでしょう。このタイミングでは NPB 復帰も不可能になります。さらにチームを変えてマイナー暮らしになるか、それも叶わなければ独立リーグに行くかです。またエンゼルスの大谷翔平選手、レッドソックスの吉田正尚選手、そしてメッツの千賀滉大選手など後輩である彼らがメジャーで大活躍を遂げています。そんな後輩たちと自分を比べてしまうと雲泥の差があるのです。そこで精神的に来てしまったのかもしれません。また筒香選手といえば、実際年上の元ホステスと言われる奥様がいます。2018年1月下旬に球団を通じて今春結婚いたしますとコメントを発表し、合わせて結婚相手は一般人の女性で、すでに妊娠をしている点を明らかにしていました。一般人ということあって名前や顔写真は公開されていませんが、週刊誌等の調査報道によって飲食関係の仕事をしていた30代半ばの女性ということが判明しています。報告当時の筒香選手は26歳なので、逆算すると嫁の年齢は36歳前後ということになるでしょう。また以前に週刊誌でデートが報じられた女性は20代半ばなので別人ということになります。飲食店の仕事は従業員ではなく銀座のママだったという情報もあることから、見た目だけでなく頭脳や経営の才能も優れた女性である可能性が高いでしょう。ちなみに経営していた銀座の店は結婚が決まった時点で閉店をしたそうですが、店を畳んでまで一緒になる道を選んだことからも本気具合が伝わってきます。2人が出会ったのは焼き鳥屋と言われており、
その後は筒香選手が嫁の店に通って関係を深めたことを考えると一目惚れだったのかもしれませんね。いずれにしても筒香選手がメジャーリーグで活躍することができている背景には姉さん女房の多大な貢献があることは間違いないでしょう。また筒香選手は結婚を報告した際にできちゃった婚、授かり婚であることを公表しており、大まかな時期として本年2018年中には父親になることも合わせて報告しています。しかし年が明けても筒香選手から子供が誕生したという報告がなかったので、一部の間では不幸にも流産してしまったという噂も流れていました。その後も音沙汰がない状態が続いていましたが、2019年12月にタンパベイレイズへの入団が決まった際には現地で既婚者で18ヶ月の娘がいると報道もあったそうです。その点を踏まえると結婚をした2018年の6月頃に女の子が誕生したことになりますね。筒香選手はプライベートについて明かさないスタイルなので正式に報告はしていませんが、2023年現在は5歳になる女の子の父親になっていたことが分かりました。では筒香選手夫婦の門出を祝う結婚式について見ておきます。ほぼ例外なく野球選手は11月から1月末にかけてのシーズンオフの間に結婚式を挙げますが、筒香選手には結婚した2018年オフに挙式をしたという情報はありませんでした。筒香選手ほどの主力選手であれば間違いなくニュースになるはずなので、非公開というよりも大勢を招いた形での結婚式を開いていないという可能性が高いでしょう。もっとも嫁が有名人なら人前に出ることに慣れているので公表することが多いですが、一般人である場合は双方の親族だけで挙げるということも少なくありません。また筒香選手自身が寡黙であること、そして家族のプライバシーを極力明かさないというスタイルをとっているので、情報が少ないことはむしろ当然の結果と言えるでしょう。しかし現在そんな奥さんとの仲が良くないのではという噂があるのです。スポーツ選手である筒香選手の食事管理は奥様が大まかにはしているだろうと思われていましたが、この激痩せで奥様と何かあったのではと言われたのです。現在離婚間近まで来ているという噂まであり、そのストレスで痩せてしまったのではと言われています。いかがだったでしょうか。あまりにも突然の激痩せで多くのファンから心配の声が上がっている筒香選手、本人にとって大事な時期であるだけに余計心配の声が大きくなっていますが、この激痩せの真実はまだ分かっていません。筒香選手本人の口から伝えられるのを待っておきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。